するしない。どうも、ひなたあいこです。早速初めての MJ の実況をしていこうと思うんですけれども、ビンゴも同時にやるので、今回のビンゴカードこちらです。じゃじゃーん。数字見える？このビンゴカード第1号として使っていくんですけど、このビンゴやるにしても、私がいい着順を引いて大きい上がりとかしないとこれ一生開かないので、軽くプレッシャーです。そして今回打つのはサンマ、三人麻雀です。ルールはこのようになっています。では早速麻雀打ちましょう。では早速打っていきましょう。今回はトーナメントのサンマ。見て、すぐさま3人集まっちゃった。待ち時間今何秒だった？2秒かかってないよね、多分ね。3秒以内で3人集まっちゃう。さあ、よろしくお願いします。ついに始まった。よろしくお願いします。トン1曲、ドラはハク、プレイヤーはシャーチャです。あ、最初にピカってなった時は手がいいんですよ。おー、来ましたよ。これ面砲も十分狙える。一体どんな戦いとなるのでしょうか。このね、声ミサさんと、はい、解説がね、ババさんなんですよ。泣いていこう。ポン、ひなた、いきなり仕掛けていった。大きくね、なる手は大きく面砲チートイ、ドラドラ、ドラとかでもいいんですけどね。ポン、ひなた、さあこの牌はどうする？ポン、ひなた、一歩も譲らない。惜しかった牌が泣けましたよ。ひなた、翻弄もつきますからね、これ。やばい、なんかいきなりこんな、ああ泣けました、ハク。これで天牌。三倍マン天牌ってなかなか聞かなくない？陰層と急層のシャンポン待ち天牌。え、なんかこう落ち着いた場とかだったら、なんか最近の出来事とか喋ろうと思ったのに、果たして誰なのでしょうか。こんなときめく手だとそんなこと言ってる場合じゃない。あ、あー、ガレの手だったんだけど。静かな立ち上がりとなりました。トイメン、まずは一歩リード。シャボン、4%の横移動でしたね。トン一曲、もうこんなんじゃね、答えてないんですよ。ドラはリアンゾー、プレイヤーはシャーチャです。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。高ハイパイだ、リーチ早そうですね。やんちゃんてん。さあここからどう打ち回していくのでしょうか。頑張らなきゃ。まずね、サンマの特徴といえば、ワンズは1と9しか入ってないので、最初に仕掛けるのは誰か。絶対に3色同順もできない。面、いきなり仕掛けていった。シャアから動きましたね。あっという間にイシャンテン。親の方ね、シャーチャじゃないから何か他の役ってことなんですけど。一体どんなドラマが待ち受けているのか。2巡目にね、やっぱ早もきり早いんですよね。ちょっと切ってみよう。お、泣かれなかった。どんな最終形を思い描いているのか。またこのさ、実況と解説の声がいいよね。さあこの範囲にここはスルー。え、もうあの三十を取ってからもう、親なのか。大喜利ですね。トイメン、ピンズを連打。ピンズを連打、すべてに考えたらそうずか。これね、長押しで出てる色かどうかこう分かるんですよ。
ごい画期的なの。各茶どのように打ち回していくのか。さあこの牌はどうする。なんちゃおー、ポンと合わせて動きだ。ひなた天牌ポンして、カンチーソーの天牌を取りました。分かれた。出たー神茶、これは痛い。電光石火の上がりと言ってもいいでしょう。お見事、1000点ですよ。でも一本馬がつくから2000点の収入。トン2局、ドラはウーソー、プレイヤーはナンチャです。お、いい音鳴った。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。おー、来ましたよこれ。明宝も十分狙える。一体どんな結末となるのでしょうか。明宝はちょっと厳しいかな。あれ、ちょっと神社の方が重苦しい場になっています。ひなた、あっという間にイシャンテン。イシャンテンだよ。左仕掛けていった。ペイはね、薬杯だからシャーチャーだけど、トイメンの方ね、泣けるんですよね。各茶どんな最終形を思い描いているのか。チュンも切っちゃえ。おー感したくないな。これね、サブローピンの街で行こうって思ってるなら両層感は面白いんですけど、最後ソーズの街にしたいな。トイメン、ここでポン。あ、おかわりに出てきた。来ました、ここでリーチ。ウッパーソー、あー光ったじゃん。しかもドラ。これは強烈な上がりだ。ありがとよ。これでトップに浮上しましたよ。ひなた。ねえ。種まん。これね、役も全部並べてくれるから、役まだ覚えてないって人も覚えやすいでしょうね。トップに立ったよ。本三曲。トップに立った。ドラは数層。プレイヤーは親です。ひなた、全局は大きい上がりを決めています。で、これでトップ目に立ちましたね。それでは対局の模様に注目してみましょう。なんかね、ひなたでやるときの両シャンテン。ひなたの悪い癖はこの範囲に反応する。すぐね、染めたがること。ここはスルー。何でもかんでも染めたくなっちゃ う, う染めたいな。染めちゃう、やっちゃおうか。いきなりしパーティーパーティー。これでだいぶ楽になりましたね。なんかね、本一と鎮一が多分好きなの。だから3枚やると大体すぐこう何かに染まってくれるから、それが楽しくてやっちゃうんですけど、一体どんなドラマが待ち受けているのか。それが正解なのかは正直よく分かりません。ひなた、あっという間にイシャンテン。ひなた、ここは仕方。泣けたよ。ハネマン天敗。やだ、ハネマン天敗してる。内緒だけど、トンとナンのシャンポン待ち。神茶、捨て牌に中ちゃん牌が並んでいます。カン、ひなた、またもポーズすごい。いや、大民間やってみるもんだね。もろもったよ、これ。あらあら、大変よ。各茶、相手の出方を伺っているのか。よかった、プレイヤー戻ってきた。おかえり。このまま静かに場が進行していくのか。ここはドラを持ってきた。ひなた、ね、中野のドラね。トイメン、ここですごい。新ドラは中品。わかんないけど、なんかすごいドラいっぱいある。え、なになに、え、すごい黄色に光ってる。よくわかんない。なんかこれまた捨て牌も光ってる。ここはぜひ上がってほしい。え、聞き慣れないよ、もう聞き慣れない。こいつやってみたらいい。こんなことになりました。何も場に1枚、トンも4枚。多分トンはね、もたれてて出てこないと思うんだけど、一体誰なのか。最後のさ、何1枚ぐらいどこかにいませんか。いませんかね。
いませんか。いました。いた。いや待って、これは強烈な上がりだ。えぐいねこれ。本意トイトイ薬杯ドラロク3倍マン。うわすごいこれ。ひなた、まさに大勝利。このルール飛びがあるので、なんと私トップ取れちゃった。やばい、トップ取れちゃった。どうしようこれ、こういう時どうしよう。イエーイ、ありがとうございました。はい、さあというわけで1回終了しました。着順はなんと大きなトップ1着。 MJ の初戦トップを取ったので、その規定回数分ビンゴを回してやりたいと思います。まずは3まで1位を取ると6回回せるの。すごい。3倍満で2回、跳ね満で1回ということで、全部で今の1回の3まで9回ガチャを回せるということで、この紙がビンゴになるようにお祈りしながら回していきます。何が出るかな。2、え、ちょ、全部いきなり全部やっちゃっていい。3、4、5、6、7、8、9。ふぅ、では番号チェックしていきます。まず1個目、じゃじゃん、61番。2個目、16番。次、31番。次、50番。あと1個。すごい、どうでもいいところ、すげえ、どうにもなんねえようなとこまず1個開きました。2つ目開くかな。23番。あと何個、あと4個。次、30番。すげえ、まだどうでもなんかつかぶかんない。なんかまあでも、斜めいけそうだからいっか。2つ開いた、これ順調。次、54番。あっ、ある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 。何これ。うん、まあまあまあ、開いてる開いてる。縦のラインも見えてきました。あと2個いくよ。5番。もうこんなもんでしょう。あと最後40番。まあこんなもんでしょう。9回回して3つ、50番と54番と30番。以上です。これ思いのほか開かねえじゃんこれ。こんなもんですかね、現実はね。でも75番まであるなんかルーレットなんだから、そりゃ自分こんなもんですよね。はい、というわけで1回目の結果はこのようになりました。15回打てるうちの今1回が終わったんで、これさ、全部弾なくなるのにできるんじゃねみたいな。え、いけそうじゃないですか、なんか着順さえ良ければ。今回はサンマの MJ 実況をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ビンコもお祈りしてください。 Twitter もフォローしてね。ではバイバーイ。